るりと、なぎなたが獲物の体を切り分けた。二つ、三つ、四つ。骨と肉をかき分けて、血のしぶきを振り払い、反撃をかいくぐってさらに一戦。その度に勝利が増えて、死体は積み上げられる山になって、そして、ほどなく決着した頃、歪んでいる仲間の顔に、私は旗と気づいてしまった。足元には、分けられた敗者の骸、湧き上がった感情は、純然たる達成感、自らが振りまいた死の皮を踏みしめて、こんな赤黒い肉片を、さっきまで漫然と踏みしめていたことを自覚したから、私は、静かに愕然とした。そう。この手で彼らを殺したのよ。それは敵だったからだし、殺さなければ死んでいたからでもあって、いわゆる避けられない理由があるからこその結果だけど。この場合、問題なのは動機でも、まして正当性の有無でもない。殺人を行う側の心情。つまり私自身が彼らを切り伏せる瞬間に一体何を思ったのか、血を反芻して思い悩んだ。危機と暴力に陶酔した。そうね。それならまだよかった。真実はもっと冷たく、味も色もない次元。そう。私は何も感じていない。当たり前のように切り殺すことができたから、今虚無感に苛まれている。両親の呵責や、殺人に伴う罪悪感。死体を直視したことによる嫌悪感だとか、その他いろいろ、およそ殺人行為につきまとう負の情動を一切感じられなかったこと。今もこうして悩んでいるのが、倫理的な理屈に引っかかるからだけだということ。それが鉄槌のような衝撃とともに、私の心端を打ちのめしている。アキラは顔を歪めていたのに、目を背けたいという生理に抗い、歯を食いしばって、白ずむほどに拳を握りながら、死と向かい合っていたというのに、それが、いわゆる戦士の反応。普通の感性を持つ人が、覚悟を持って立とうとしている行動だって、よくわかる。だから、より浮き彫りになってしまうの。私の反応、その歪さは。それに、あいつもカッパしていた。我も人、彼も人。だからこそ、生じる痛みを忘れてはならない。戦場において、自分たちは対等であり、厳然たる心構えを持っているからこそ、戦えて、立ち向かうことができるのだと。それを忘れてしまったら、まさに獣同士の暗い間、傲慢を振りかざすだけの非人獣。殺し合いを正当化するつもりなんて微塵もないけど、深淵に飲まれないためには、戦場での理念がいる。畜生を喰らうため、畜生に落ちてはならないから、凄惨な所業の中だからこそ、人の正道を譲ってはならない。最低限の敬意と尊厳を互いに守らなければならない。命のやりとりにおいて、いっそ不合理とも言える心情をこそ、誇りと戦する大惜しい気概、すなわちそれこそ戦の誠で。ね、そこについては同感だわ。一も二もなくうなずける。あいつはそこを間違えないし、仲間たちも深く胸に刻んでいる。私だって当然同じ。否定する道理はどこにもない。奪う者の価値を知らずに相手の性を軽んじれば、
それはそのまま自分の志をないがしろにしているのと変わらないもの。生きること、殺すこと、勝つということ、奪うこと、すべては一つにつながっているって、そう分かっていて、分かっているのよ。そんなことは今さら誰に説法されるまでもなく知っているの。知っているはずなのに、家柄上仲間内でその手の概念に最も触れて育ったのはこの私。そこに確たる自負も持っていたのに、ねえどうして痛まないのよ。感じない。生すぎりになった胴体を見ても、足元にぶちまけられた脳症を見下ろしても、心にはさざ波一つ起こらなかった。凄惨な死骸だなって、たったそれだけ。四層突破の際に修羅場を見せられ、恐れはしたけど、今思えばあれもどこかずれていたのか。いざ戦いに直面すれば、すべて忘れて勝った勝ったと流血を踏みしめながら、この上なく醜悪にはしゃいでいたのよ。ガド・リンコ、何よそれ、ありえないじゃない。殺したのよ、奪ったのよ。敵とはいえ多くの命を確かに絶ったはずなのに、込み上げるものがまるでないのよ。それどころか現実感すらどこか希薄で、肉を断つ感触をどれだけ思い返してみても、吐き気一つ催さない。同じことを今すぐやれと言われれば、おそらくよりうまくできてしまうでしょうね。そんな確信だけがある。当たり前のように戦って、当たり前のように殺して、当たり前の自分を貫く、なんて異常なメンタルなんだろう。まるでリアリティの欠如した漫画のようで、自覚するほどに恐ろしくなって仕方がないの。不思議な力を手にした学生が、次の瞬間には何の葛藤もなく敵を殺して大勝利。そんな作り物めいた不感症を連想して、それが震えるほどに恐ろしい。だからこう思ったの。私はまだ現実を見ていないんじゃないだろうかって。この夢はやっぱりバーチャルで、自分は不思議な力を手にしたメイキング済みのキャラクター。その手の推起すべき認識が心のどこかに救っているんじゃないのだろうか。それとも、あるいは自分に酔ってる。戦う者の義務と使命、仲間に絆、力を合わせて朝に帰る。それが綺麗な目標だから、共に目指すという今を心地いいと感じているのは嘘じゃない。だから無感で手を下せるの。仕方がないって言い訳したまま、それを勇気と勘違いして、さも交渉ぶりたいと思う気持ちが殺人の痛みを麻痺させてるっていうのなら、それが真実かはわからないけど、十分あり得る話だわ。だってここは夢の中。真相真理を反映するなら、これ以上の舞台はないもの。潜在していた甘えが顔を覗かせる確率は現実よりはるかに高いはずだから。そしてそれだけに私は悔しい。仲間に顔向けできないことが何より胸をうずかせる。手のかかる大バカばかりで、私がいないと何もできない連中だけど、大切な部分だけは絶対に違えないのを知っているのよ。こんな覚悟の欠けている人間が混ざっていいはずないじゃない。何が仁義発行、ふさわしくない、資格がないのよ。こんなざまじゃ
自分で自分が許せない。だからねえ、何か言いなさいよヒイラギ。今回だけはあんたに諭されてあげるから。いつもみたいに偉そうな言葉を吐いて私を安心させてよ。ねえ、あんたがこんな私を知ってそれでも仲間だと言ってくれたらきっと全部大丈夫。私は自信を取り戻せる。この夢が覚めたら相談に乗ってよ。いえ、乗りなさい。だって奴隷は主人の悩みに応えるものだし。そうでしょ、イーラギ。だから私はあんたに会いたい。